16日の早朝に県の振興局などが熱気球を使って上空からの廃棄物などを監視する不法投棄パトロールが行われました。このパトロールは振興局や阿蘇市など5つの団体で作る阿蘇環境ネットワークなどが熱気球を飛ばして不法に捨てられている廃棄物を調べるというパトロールで、上空の熱気球から廃棄物を見つけ、地上にいる調査員に無線で場所を知らせ、現場に行き、投棄者の特定、投棄物の撤去を図るとともに、不法投棄の防止を呼びかけるという活動です。